アブドゥレイ・コンコファイエは、フランス・マルセイユ出身の元サッカー選手。ポジションは DF。父親は、セネガル出身。母親は、モロッコ出身である。ユベントス FC の下部組織出身。2004年、マッテオ・パーローラ・ユベントスの若手数人と共に FC、黒トーネーレンタルされプロデビューした。2006年に、ユベントスと共同保有となった a c c a ナで、プレーした。 2007年1月25日、ジェノア CFC に移籍した。同時に100万ユーロがジェノアに支払われ、ドメニコ・クリーシトが、ユベントスに移籍した。2008年6月19日、FC バルセロナに移籍したダニエウ・アウベスの代役を、探していた、セビージャ FC に900万ユーロの移籍金と5年契約で、移籍した。8月31日、開幕戦のラシン・サンタンデル戦で、 初出場した。しかし、ポジションを確保するには至らず、先発メンバーから外れることもあり、リーグ戦14試合の出場に止まった。結局セビージャではレギュラーを獲得できず、2011年1月22日にジェノアに復帰、主に右サイドバックとして13試合に出場した。7月1日、ユベントスに移籍したステファン・リヒト・シュタイナーのアドガマとして、 SS ラツオと4年契約を結んだ。一席金は600万ユーロと報道されている。2016年8月19日、アタランタ BC へ自由移籍で加入した。2017から18シーズン限りで現役を引退し、指導者を目指すことを表明した。ありがとうございます。